心臓の数字がちょっと高かった、うんうんうん、前ね、うん、本当はここで調べるとこう綺麗に出てくるんだけど、ここ来るとちょっと待ってられないんで、これ結果来るまで 2,3 日かかって、3日ぐらいかかっちゃうんで、はい、急いでこのクレアチンが、クレアチンか、あれこれ違うか、2019だ、ごめんなさい、今のは正常ですね、2019、これだ、1.29 と41.5、これがいつ7月23日春じゃないですね。もうちょっと遅かったんですね、検査したのね。この間ですね、まだね、はい。はい。で、上からいきます。まず電解質のバランスを見るところで、カリウムが下がっちゃってます。これご飯食べられてないから。吐いたり下痢したりはしないでしょ。そうですね。あ、1回そうか、吐いたのか。1回吐いて、昨日もちょっと吐く。あ、昨日も吐いてます食べてないから何も出てない。それは多分咳じゃないかな。へえへえへえって感じ。なんかでわーって。あ、やってました。そういったこともあって、とにかく点滴しないから、こういうこじれてるのはね。はい、ここが腎臓なんですわ。はい、で腎臓、これよりも先におしっこで異常が出てくるんだけど、75% 以上機能が落ちてくると、クレアチンとかがちょっと上がってる。1.29、今のところここの時と一緒だね、7月と、うん、でももうすでに高いんです。で 1.4 コストステージ2になっちゃいます、うん、まだここはステージ1なんですけどね、はい、だから BUN は上がってますね、はい、脱水してるから、はい、だから腎臓そのものも悪いから、はい、腎臓そのものも悪いし脱水してるから、だからこういう状況ってね、腎臓にすごい血の流れが悪くなってるわけだから負担かかっちゃうんですね、うん、血糖値は正常です。肝臓で、肝臓もまあ同じ、ね、血の流れの血液循環の中にありますけど、まあ、今のところ GPT、GOT は正常で、ALP がちょっとだけ高いと、うん、これぐらいならまだ問題ない。ただビリルビンが 0.3、0.5 超えると黄疸が出始める。うん、で 1.0 いくと見ても黄色くなってきて、うん、これも悪くなる可能性あります。なんとかまだいいんですけどね。うん、タンパクは7.8、 ちょっと高い、これは重度の脱水、アルブミンも高いです、脱水です、グロブリンは正常配でした、カルシウムがちょっと高い、カルシウムが高いのはこれだけでは何とも言えないんですけど、まあタンパクが高いとかね、腎臓悪ければ上がる可能性はそれでもあります。コレステロール中性脂肪、私体重増やしてくださいって言いましたよね、はい、でも別に高くないです。あ、そうですか。で、脂肪でなくて筋肉で増えてるから、これはとてもいいことなんですよね。血液が寄生虫はありません。これね、赤血球の容積、血液 100の中に何パーセント赤血球があるかを見るんですけど、ちょっと低い成績、貧血してます。白血球の数、これはものすごく増えてます。1万前後ですから、正常が2万3000、だいぶ増えてますね。これは肺水腫が起きてくると、当然肺炎になっちゃう。そこで炎症が起きてくるから、でそこで戦ってるわけです、あの子の体の中で。だから多い方が、あの子が自分で戦ってるということにはなりますから、良くはないんだけどまだいいんです。が黄疸、まあ、ここも肝臓なんですけど、まあ、黄疸やや溶血、まあ、これは除菌しなくていいですね。アンモニアと GGG 正常です。これリパーゼ、これもね前からお話してるんですけど、膵臓、慢性膵炎があるんですよ、あの子。水素が、だから私お肉やってもいいけど脂身はやらんでくださいって話しましたよね、ささみがいいと、はい、それはこのためなんです。膵炎がある子に脂っぽいのを食べちゃうと膵臓で脂肪を消化する酵素が出てきちゃって、それが十二指腸が出てくるんだけど逆戻りしちゃうんですね、その消化酵素が。そうすると逆戻りして自分の膵臓を痛めちゃうもんですから、でまあ高いから膵炎はやっぱあると思います、ね、ここで膵炎の症状が出ちゃうとやばいな、やばいんです。だからそこら辺も治療、注意しながら、腎臓とか膵臓とか注意しながら治療しなきゃいけないんですね。だから CRP は 1.5、まあ、炎症が起きてます、うん、おそらく肺で起きてると思います。リン 6.4 の高いです。これは腎臓の機能が悪くなると上がってくると言われてます、うん、ちなみにこの7月の時のリンはその時も高いねんな、うん、腎臓とあとこうお肉たくさん食べてる子は高くなりますわ。そうです、うん、お肉にはリンが多いから、うん、だからそう7月の時も今回もそのせいだと思います。そうだよね、腎臓が悪いってもっとクリアチンが上がってこんところでここまで上がってこないから、食べ物のリンのせいですね。
CPK138、これは筋肉神経が弱いとかありますけど、まあ、正常範囲とまとめるとちょっと心臓弱ってる、膵臓弱ってる、炎症、マーカーがすごい出てる、だけど白血球上がって、あの子の体は戦ってると、そういうことが言います。で、白血球の数って多いんですけど、この内訳も大事でね、この中で好中球、要は急性炎症で増える好中球が増えてるということ、2万3000のうちね。がリンパ球3000と正常範囲にあります。本当に具合悪くなると1000切ってきますから、まだ3000あるからまだいいんですね。だから短期、これも多いんです。慢性の炎症で増える、だから急性の炎症で増えるものも慢性の炎症で増えるもの、どちらも正常値を超えてるということね。だからこの2つが戦ってるんですね。続いて白血球の数はちょっと多いと、これ WBC が白血球です。でホワイトブラッドセルで、 RBC はレッドブラッドセル、マイナスって書いてありますから、まあ低いんです。521万です。600万から900万ぐらい欲しい、ちょっとだけ低いです。でも貧血してて一番困るのは若い赤血球が出ないと困るんですけど、まだ今のところ若い赤血球って大きくて困るんですけど、ちゃんと出てました。だから栄養さえ取らせれば、また新しい赤血球が作られる可能性があります。血小板はかなり多いと思います。これは炎症が起きると出血しますので、それを止めるために体が頑張って、ね、反応しているわけなんですけども、反応はあるということ、ただこれ貼ってくれる、すみません、お渡ししますんでね。だからでもね、全部心臓病、慢性総合閉鎖不全症という心臓病があって、心臓が大きい子で、ふとしたきっかけで肺水腫になっちゃう、なりかけてるんですね。完全になってはいないんだけど、ちょうどなりかけ、そうそう、なりかけなんです。だこれがもう半日遅れだったら、もう肺が真っ白になっちゃってる場合もあります。そこいいタイミングだったんだ、でもね、もうそれでもやっぱり遅かった、ちょっと、まだ五分五分です、で、まあ、つい先ほどまたニトロもやりましたし、それからあの少しでも呼吸楽にするように吸入抗生剤とか炎症を抑える薬をね、ネブライジングでこう、あのあそこの部屋でちょっとやってたんですけど、流しながら、そういったこともちょっとやりながらね。でもう一つ、ご飯は食べないんです、並べといても、で栄養補助したんですよ、なんとかね、5グラムと10グラム、15グラム食べさせれました、ドライフードをふやかしてね、でそれはあの心臓病用のご飯じゃないですよ、あの膵臓病用のご飯、要は低脂肪のバランスといったご飯、心臓病と膵臓病とあったらどっちを優先するかって言ったらね、膵臓を優先しないと、心臓ってナトリウムが少ないご飯なんだけど脂肪が多いんですよ、それだと膵炎が出たら元も子もないんで、もう心臓病と膵臓が、ね、両方は悪い子は膵臓の病のご飯、をとりあえず 15g で、そう、朝言うの忘れちゃったんですけど、いつも食べてるものを半日分ぐらいちょっと持ってきてもらいたい、今度来る時、あ、そうですか、ね、1日分でもいいし、何食べてるのかも見たいし、調子がいい時だったら1日でこれぐらい食べてるよっていうのをちょっと、明日って来れますね。食べてるってあれだよね、ささみなんだよ。そうそう、ささみですよね、お肉系統ですよね、と芋か、ささみ、さつまいも、そういつも食べてるようなもの、1日分、でちょっと切って用意してってことですか。そうです、はい、なんかラップでグルで持ってきてください。明日で面会来れますね。食べる、明日来ますよ。じゃあ明日はね、申し訳ない、水曜日休診なんですよ、でも私絶対10時から12時の間はいますから、その時間帯にじゃあちょっと食事持って、1日分の食事を、それか半日分でもいいですよ、半日分でもいいです、1回分でいいです、多分食べないと思うんだけど、何を食べてるかなって見たいし、一応それも お部屋に置いときたい、ということですね、